はい、いつもありがとうございます。 PGB の780ですね、ジプシークイーン、こちらワンケース10箱を使用したワンケースのグループブレイクでドラフト形式です。ドラフトに回すカードは、メモラ系カードですね、サインメモラ、メモラはまあほとんど出ないでしょうけど一応ねメモラ系カードにしておきますと、大谷君の、ルーキーカードですね。あと他のカードに関しては、ドラフト5位から5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ということでドラフト5位から開けていく順番に箱ごとそのままカードをお渡しいたします。はい、ですので、ドラフト回でもね、ワンオブワンとかショーシリアルとかバリエーションとかいっぱいありますんでね、諦めないで、はい、ご視聴ください。はい、じゃあ、1回目のジプシークイーンです。ドラフトね決めます。ランダマイズする回数です。1と1の2は振り直しです。いきます。はいはい、4と5、9回ですね。はい、じゃあ9回抽選です。1、2、3、4、5、6、7、8。で、次9回目、せーの、ポチ。はい、9回目になってます。ドラフト1位は沢さん、ドラフト1位は沢さんです。おめでとうございます。はい、780ですね。1回目のジプシークイーン、ドラフト1位は沢さんです。おめでとうございます。ドラフト2位 TSK さん、ドラフト3位 MAS さん、ドラフト4位沢さん、ドラフト5位 CS さん、ドラフト6位 MAS さん、ドラフト7位、シュンさん、ドラフト8位、FK さん、ドラフト9位、チュウさん、ドラフト10位、シュンさん、ドラフト11位、トモさん、ドラフト12位、TGY さん、ドラフト13位、DR さん、ドラフト14位、大谷さんですかね。はい。あと、各780、こちらのね、大谷くんが入ってます、これ、ルーキーカード。トップスの、セットですね。これはどこかの、はい、回の方か、ひょっとしたら、サインの出方にもよりますけど、4位あたりにつけるかもしれないです。まあ、店長が選んだところです。この順位は関係なしね。はい、カードのどっかにこれつけますんでね、選びたい方はお願いします。781も2セットつけますんでね。よいしょ。はい、じゃあ、開けていきます。10箱。まあ、12箱じゃないのが、ね、救いですけど、なるべく早く、今日は2回戦ありますんで、こうですね。よいしょ。はい、じゃあ、開けていく順番がありますんで、初めに書いていきます。ここがいいか。番号をマジックで書いていきます。ね、1番書きましたね。で、2番書きましたね。これが開けていく順番です。1、逆の方がいいか。順番に開けていきますからね。そっか。3、4。ちょっとね、これね、結構キツキツ。3、4、4、3、1、5、6。はい。ね。8、7、8ですね。で、ここが9と10ですね。よいしょ。はい。9と10。ね。よいしょ。で、から。90、こうですね。よいしょ。じゃあまず、ここに置けばいいかな。これ1番ね。
で、ここが2、3、4ですよね。で、5、6。狭いですよね、デスクがね。申し訳ないですけど。5、6、7まで置けるか。よいしょ。で、8、8、9。ね。で、これが10です。ね。ここに置けばいいかな。これですね。うん。はい。じゃあ、1箱目からです。サインと大谷くんのカード以外、サインって メモラ系カードと大谷くんのカード以外は、ドラフト5位の CS さんのカードになります。トッパーもサインが入ってなかったら、CS さんのものですね。サインが入ってるものだけになります。あとは、ジャージの、ジャンボジャージとかあるのかな？ないっすよね。ちょっと挟んで。先にこれ見ます。はい。アレナードですね。サインはないです。リアルは多分この辺に確かあったはずです。ないですね。ないです、ないです。はい。通常です。こういうのも書いておかないとね。間違えて発送しちゃうと大変なんで。よいしょ。じゃあ、こちらの箱が5番の CS さん。はい。じゃあ、カードをね、パックから全部取り出してから開けますんで、ちょっと時間かかります。この間やったの何でしたっけ？ヘリテージの前何かやりましたっけ？よいしょ。あのパック数少ないやつはいいんですけどね。ただこのパック開けやすいんでね。アルミじゃなくて紙パックなんで。紙パックでもないか。プラパックか。ワンボックスは20パックでしたっけ？ 24 パックありましたっけ？ 24 パックか。結構ありますね。あと表のバリエーションとかいろいろありますけど、まあ店長が気づけばいいんですけど、基本的にはあのボックスから出るね、メモラ系カードと大谷くんのカード以外は、お客様にそのまま全てお渡ししますんで、届いてからご確認いただけると助かります。ちょっといっぱいになってきたな。よいしょ。いろいろこれバリエーションあるんですよね。よいしょ。はい、じゃあ1箱目ですね。780の1箱目です。よろしくお願いします。はい。ね。よいしょ。どこに、ここにね、ジプシーの顔があるのと、あとここがブランクになっているもの。あとホットバリエーション、42番。のやつですよね。ジャッキー・ロビンソンの時の、ジャッキー・ロビンソン・デイの時の写真が使われてる。ひっくり返ってますね。229の250。インサート系ひっくり返ってるってお客さん言ってたな。そういえばね。うん。あとはこう、インサート、ね、トランプ調のやつですね。ベリンジャー。こういう206じゃないですけどね、トールボーイとかのサイズとかもありますね。あと裏面がバズーカバッグとかありますけど、それは届いてからご確認ください。はい、ひっくり返ってますね。317番だからこれハイナンバーかな。
うん、これ多分あの箱1のハイナンバーですね。これも届いてからあの、はい。ああ、これがあの、ここね。ブルージェイズってところがない。チームがブランクになってるんですよね。はい。けしからん。はい。これはひっくり返ってるけど、どうなんだ？あ、42番か。ジャッキー・ロビンソンのバーランダーだ。はい。ね。サインだけじゃなくて、こういうのも楽しめますね。よいしょ。これはいいですね。ん？サインですね。誰でしょうか。1枚目。はい。ブリドウェルさん。パーカーさん。パーカーさん。これは、青パラなのかな。はい。149の78です。はい。よいしょ。とりあえずサインが1枚ですね。これもパラレルとかあるんですかね。ちょっとわからないですね。だいたいパラレルとかはなんかひっくり返ってるか、あの、逆さになってたりするんじゃないかな。これもブランクですね。けしからんですね。あと、お名前間違いとかもね。ヘリテージとかありましたけど、まあ面白いですけどね。これは、ああ、そっか。エンゼルスは、ロサンゼルスってこれついてないの？どうなんだろう。ね、はい。ちょっと一泊目なんでね、ゆっくりやってます。店長もよくわかってないんでね。シーガーですね。あとは、あの、届いてから裏の番号をね、コード番号で分けるのもありかと思います。あ、ひっくり返ってますね。これ大谷くんとかだったら全然いいんだよね。誰だ誰だ ?27 番、マット・ケンプか。はいはいはい。ね、これバズーカバックってやつです。な、3枚ぐらいも出てますもんね。で、これひっくり返ってるやつ。これは、あの、ジプシーの、ジプシーフェイスですね。大谷くん。パラレルはなんかひっくり返ってますね。うん。ひっくり返ってるか、逆さになってるか。全部が全部じゃないかわかんないですけどね。トランプ、ジャンセンですね。こんな感じなんですね。お客さんもちょいちょい見てましたけど、やっぱね、自分でこうやってやってみないとわかんないですね。あ、大谷くん出ました。大谷くん。これ通常の大谷くんですね。はい。これもドラフト域です。ケース性、まあ多分5枚平均ぐらいしか出ないと思うんで。あ、サインだ。ブリンソンでなんだこれ違うぞ、ちょっと。ん？これ通常？さっきが青いのか。これは通常？ちょっとわかんないです。はい、ブリンソンです。サインが2枚と大谷くんです。はい。これは、死んだガード？はい。はい。よいしょ。CS さんね、3、4枚はね、バリエーションとかいろいろ出ましたね。うん、サインは2枚出まして、あとは大谷くん1枚。大谷くんは、ドラフトの方に回りますんで、そこだけね、ご了承ください。はい、じゃあ次は2番目のボックス、これです。はい、2番目は、メモラと大谷くん以外は、6位の MS さんですね。はい、こういうやり方です。こういうやり方で、10箱ですね。ちょっとゆっくりやっちゃいましたんで、この辺からちょっとスピード上げます。まあ基本的にひっくり返ってるんでしょうね。うん。誰でしょう。誰だ？ドナルドソンか。通常ですね。多分。
うん、通常ですね、ドナルドソンです、突破。綺麗ですよね、突破はね。非常にいい敵です。はい、こっからまたパックむしりますんで、少々お待ちくださいね。よいしょ。あ、サッカーの78回目のグループブレイクは、先ほど、7時50分から開催しまして、もう先に終わっております。一応視聴中の方でしたら多分巻き戻しで、グループブレイクの内容見れますんで、ご覧いただけたらと思います。サッカーご参加のお客様は巻き戻して見ていただくと78回目見れますんで、お願いします。なかなか良かったですね。まあ店長は慣れちゃった慣れがあるですけどね。よいしょ、良かったです。これ今まだ、1回目の2箱目です。はい。よいしょ。急いでやります。10箱。まあ1時間ぐらいかかると思います。まあ早くやればいいんですけどね。1箱1箱をやってますんでね。じゃあ200個目ですね。はい、お願いします。こうですね。あ、サインではいけない。はい、バレトさんだ。フランクリン・バレトさん、去年ルーキー、去年ルーキーかな。これ通常だよね。あれ、ブリーさんやっぱ色が普通ですね。ブリーさんさっきの普通ですねそう、あとね、大谷くんをちょっとね、見落としちゃうとね、これ誰？ジマーか。よいしょ。なので、一個一個こう。ダニエル・マーフィーがひっくり返ってます。あ、これチームがないブランクですね。はい。ひっくり返ってるのはジプシー・パラのカブレラ。うん。ストレートマンか。入荷も、あ、10枚限定。9の10。赤パラ。入荷もですね。9の10です。よいしょ。とりあえずサインが1枚ですね。はい。これ誰だ？ダニエル・マーフィーだ。大谷くんをね、見落とさない。カルフォン。これはなんだ？なんでひっくり返ってんのこれ。ん？ん？わかんねえ。え？なんでだろう。はい。ちょっと後で調べてください。ただひっくり返ってるだけだったかもしれないです。トランプ・カーショーですね。これはカラスコだ。はい、カラスコさん。はい、やっぱ1箱目結構いっぱいひっくり返ってましたよね。2箱目はそんなにひっくり返ってない。関係ないか。マッキャンの25の50です。ローシリアルがよく出ます白黒、ブラック&ホワイトでしょうかね。はい。10シリと50シリですね、この箱。イチローさんね。イチローさん。よかった、チーム決まって。はい。ジョニー・ベンチ。これは、
312番なのでハイナンバーってやつですね。箱1ぐらいです。またマッキャン、はい、85-250、マッキャン王ですね。うん、大谷君自体はね201ぐらいですね、出現率からいくと。はい、ジョーダン・ジマーマン、これは、はい、チームがない。これ、箱2ぐらい出るんですかね。チームブランク。あとはどうでしょうね。うん。シュワバー君はまだちょっとぽっちゃりですね。これは、ペタンスですか。はいはい。よいしょ。トランプがスタントですね。そっか、大谷くん、大谷くん、これひっくり返ってんな。でも通常っぽいな。通常ですね。あ、あれ、これチームエラー、チームエラーってやつね。けしからんカードでしょこれ。カノーですもんね。あれ？カローン？あれ？ん？違うよね。エラーだよね。はい。そういうのもあるんですよね。あ、サインです。フィリップスかな？これ。あ、フィリップスですね。フィリップスも去年のルーキー？その前だったかな？ですかね。よいしょ。はい。っていう感じです。箱でやっぱ5、6枚ぐらいは何かパラレル系が出るような感じですかね。やっぱ大谷くんだけこう探すの大変だな。これが6、はい。で、次。ね。3番目の箱なんで、7番目のシュンさんですね。レリック系以外、メムラ系以外、大谷くん以外は、シュンさんですね。書いとこう。突破ノートってどのくらいで出るんですかね。もう使えてないのか今回。普通突破は突破でね、オッズが書いてあったりするんですけど。シーガーですね。これも通常かな。通常ですね。うん。一瞬金かなと思うんですけど通常です。はい。今ジプシークイーンの1回目ですね。ちょっとのんびりやりすぎちゃってるような気がするんで、ちょっと早くします。だって24パックなんだもんっていう感じです。24パックはね、ちょっとね、時間かかりますね。これが まだね、3箱目なんですよ。開始がね、12、3分ぐらいからスタートしたんですっけ。まだこれ3箱目です。ですので、あともう一回、ジプシークイーンやります。ですので、カードの画像は、11時ぐらいになるかと思います。この後片付けて、2回分片付けて、サッカーも番号をつけて画像を撮ってからアップしますので、11時ぐらいになると思います。
なるべく頑張りますんで、店長も急いでやりますんで、ご協力、はい、ご理解いただけると助かります。はい、じゃあこれから行きましょうか。はい、はい、じゃあ3つ目ですね。あ、レデンプション、いきなりでもね、大谷くんがいるから一個一個見ないといけないですはい、レデンプションです。何でしょうか、誰でしょうか。はい、ジプシークイーンオートグラフいきます。誰でしょうね、初レデですもんね。いきます。お店でもまだレデ見てない。せーの、はい、はい、バイコー松井さんです。おー、松井さん、ジプシーオートグラフ来ました。ジプシークイーンオートグラフ、はい、バイクを来ましたよ。やったーね。はい、まあ、これが1になるかちょっとわかんないですけど、まあ、でも松井さんすかね、バイクですよ、バイクはい、ということで、よかったよかった、松井さん来ました。これクリーブラ早くやらないとね、終わんないんでね。ただ大谷君をちょっと見過ごすことができないんでね。ホズマの250です。ちょっと一個一個見ないといけないんですよね。はい、これチームナイト、チームブランクってやつね。スタント、ニューヨークのスタントですね。はい、レデはバイクを、レデが来たらバイクをチャンスですね。っていうのは42だ。はい、ジャッキー・ロビンソンのシーガーですね。ん、いないよな。はい、店長、大谷くん見逃したら、志村後ろってチャットに書いてください。はい、そしたら、はい、見ますから。一応ちゃんと見てるつもりですけどね、店長も、目が2つしかないんで。はい、パクストン250。うん、バズーカばっかありますね。201ぐらいですよね。大谷くん来い。あ、大谷くん来た。あ、違かった、似てるけど違う。はい、ジェネットですね。バズーカバックと大谷くん来ました。これ通常ですね。1個ずれて欲しかったな。はい、あ、ミニ2個入ってるよ。これなんで？普通ですね。はい、クリス・デイビスとこっちがフレジャー。はい、エイチローですね。トランプあるんですね。ん、サイン誰だこれは。あ、これは当たり系ですね。はい、ミゲルさん、ヤンキースのルーキーで、スプリングトレーニングも活躍しております。多分ディバースとかと、あとトーレスとかと上位、今年の上位、まあ始める段階ですけどね、だと思います。はい、通常音ですね。まあスタートダッシュで跳ね上がるかどうかですかね。まだ開幕してないですから。トランプ、クリス・デイビスですね。はい、サンチェスのトールボーイ。だいたいひっくり返ってるか逆さになってるんですね、これね。ショートプリント系ね。これもチーム。はい、クレメンスがひっくり返ってます。300番以降のハイナンバー、ブラッドハンドさん241番か。あ、ジプシーですね。はい、3個目終わりました。サインは2枚とも当たりじゃないですかね。ヤンキースのルーキーのミゲルと、バイコーが来ました。よいしょ。
で次が、4箱目で、こちらから出るメモラカード、大谷君のカードは、FK さんですね。はい、突破は色ついてるな。アルトゥーベですね。サインはないです。青は 99? あ、150か。はい、129の150でアルトゥーベ。サインなしです。ジプシークイーンの今1回目780を開催しております。3箱目で、バイコーコと秀樹松井が出ました。あとヤンキースのねルーキーの上位が出てます。でこれが4箱目ですね。あ、ちょっと待ってください。固まっちゃう。大丈夫か。よいしょ。あ、1000人行きました。ああ、ありがとうございます。まあ増えたり減ったりしますからね、そこは店長あまり気にしてないんですけど、はい、まあ嬉しいですね。でもね、見に来ていただけるということはね。よいしょ、よいしょ。でも逆にこうやって配信ね、無料でね、YouTube さん使ってね、使わせていただいてる、非常にいいですよね。うん。まあ、それだけで、満足です。という感じです。なので、あまりこうね、再生回数でお金をもらうなんて、というのはあまり考えてないですね。このツールが無料で使えるというのがすごいですよね。よいしょ。よいしょ。はい、じゃあこれが4つ目ですね。4つ目ですね。はい、もういいですね。だいたいね、大谷君以外はサイン来ました。これ通常なのかな。はい。ブランドンさん。ミロキのピッチャーですね。彼ルーキー？はい。オンカードが2枚っていうのはやっぱいいですよね。トラウト。はい。オースティン・ヘッジス。あ、今パドレスなんだ。はい、ひっくり返ってまーす。ペドロイヤ、142-50。トランプ、リンドア。これ誰だ？ロサリオか。メッツのね、今年ルーキー扱いですね。うん。ハーパーっすね。赤いとこ見るとちょっと。イチローですね。はい。ソーザの50シリ21番。白黒ですね。トランプ、ジャッジ。あ、ひっくり返ってのはフィスコでハイナンバーですね。300以降。箱1。ポーソロさん。ジプシーですね。よいしょ。ハーパー。
赤く見えますね。ランブ、こっち、これかさん誰だ、クーパーか、クーパー今年ルーキーかですね。はい、ヤンキースのルーキーですね。だ3人ぐらいヤンキース今年 RC 扱いがいるんですよね。これは誰だ、リバースか。はいはい、はい。で、次が5箱目ですね。FK さんの次、中さんですね。よいしょ。はい。よいしょ。ちょっとこう書いておこう。はい、突破は誰でしょうか。ん、マイク・トラウスで通常っぽいですね。うん、通常です。かっこいいですね、これね。飾れるカードですよね。今何分？ 47 分。ああ、急ぎますね。ちょっとゆっくりやりすぎてる。サインのいいのは今のところ松井さんですね。松井さんが出て、ヤンキースのミゲル・ルーキーの、まあ多分、まあ、上位のでプライスがつくんじゃないかと思います。リバースとかと並ぶのかな？ね、多分。ルーキーの中ではトップランクですね。あとホスキンスとかが多分上位。横並び3人。もしくは4人。トーレスも入れて。だと思います。その1人ということですね。はい、ジプシークイーンの1回目です。今、BGB780 ですね。10箱なのはいいんですけど、24箱ありますんで、時間がそれなりにちょっとかかります。ただ、オンカード2枚でやっぱりね、この価格にしては、オンカード2枚でいいと思います。非常にいい商品だと思います。はい、じゃあ5箱目です。よいしょ。はい、もういいですね。この辺もね、大丈夫ですよね。ひっくり返ってんのか、逆さまのカードと大谷くんぐらい見てれば。はい、ジェイク・ランブは、はい、チームブランク。トランプ・ハーパー。あ、サインです。ロバーソン、ダニエル・ロバーソンですね。はい。レイズになっております。
ですね。はい、ひっくり返ってるのはソニーグレイ93-250。アレナードですね、93-250。イチロー。はい、スタントンですね、うん、ノーラン・ライアンはハイナンバーですね、これね、300番以降です。バズーカですね。はい、あ、誰だ、ルーキーだ、ヒメネス、レンジャーズのルーキー、はい、バズカバック。うん、逆さま、これはバリエーションですね。はい、クリス・セールです。うん、サインです。ジェコブ・ファリア、はい、武器じゃないですよね、確かね。うん、赤いチームドキッとします。ジャッジですね。ジプシークイーンのグループブレイクですね、今やっております。カイケルの50ですね、37番。これ普通常ベースですかね。大谷君が出ないですね。はい、はい、で次ドラフト10位のシュンさんですね、6番目の。いや、松井さん出たな。ねえ。あ、こっちか。はい。マックス、シャザオさんですね。はい。通常です。はい。かっこいいですね。よいしょ。よいしょ。ちょっと急ぎますね、本当にね、前半がちょっとゆっくりやりすぎました。これブックとかあるんでしたっけ、ジプシークイーンって あったような記憶も。これ今6箱目か。サッカーの78回目は、19時50分から開催しました。ちょっと巻き戻して見ていただければ内容は確認できますので、視聴中の方は初めの方に戻っていただければ見れるはずです。
あ、スマホとかちょっとわかんないですけど、パソコンだと見れるはずです。はい。あ、ちょっと熱いのがある。これか？はい。これかな？はい、いきます。これ熱い。この下が熱いカードです。せーの、ほい。あ、おっとだ。ボー・ジャクソン！おー。ボー・ジャクソンです。はい。オートジャージですね。シリアルは？おー、16-25。ホワイトソックス、ボー・ジャクソン。ね。はい。オートジャージです。多分めっちゃ出ない確率だと思います。落ち着いたら。はい、いいですね。ボー・ジャクソンっすよ。ボーは知ってますよね。あ、ボーノーっていうですね。はい。これ2枚入ってるの普通にありますね。まあ通常なんですけどね、両方。あとは大谷君探しですね。プールスの250ですね。よいしょ。この場合サインもう一個なのかな？二枚なのかな？どうでしょうね。ジャッジですね。はい、ブレイグマン。チームなし。ペドロイアの50、15番。イチローですね。ん？あ、ハイナンバーのチームなしだ。あ、これはね、また別オッズだと思います。ハイナンバーかつチームなし。ということで、オッズがまた別でちょっと出にくいですよ、これ。はい、ジミー・フォックスです。800何体とかじゃないですかね。ちょっと忘れちゃいましたけど。なんか、あったと思います。ハイナンバーかつ、パラレル。というオッズがあったような気がします。ポールスですね。うん。いた、オート。はい。ルーカス・ジオリト。去年のルーキーですかね。で、ボー・ジャクソンと今、ジオリット。はい、ひっくり返ってるのはホワイティ・フォード。これが300番以降、通常のね、箱位置です。なので、さっきのジミー・ホックスは、なかなかカードですね。イリッチの250。はい、あ、サイン出ました。ザックさんだ。はい。あ、これは何色？ん？あ、ジプシーウート？ここジプシー版になってますね。さっき GQ なんですよ。で、これジプシー版のウートですね。それで99なのかもしれないです。はい。ツインズのルーキーです。ジプシー版、ルーキーウート。で、よろしいんでしょうかね。大谷君出ねえな。トラウトっすね。はい。これ通常か。ね。ん？これ色違うぞなんか。あ、250。色が違いますね。ジャッジです。でもなかなか出ないでしょうね、やっぱね。はい、フランコ。これは、ジプシーですね。ジプシーの方です。なので、さっきのジミー・フォックスは、ね、届いてから大事にしてください。多分、かなりの交通です。はい、で、次、7番目。シュンさんの次ですんで、トモさんですね。ちょっと開けてから。
31。マーチャオっすね。通常です。シリアルもないですね、通常。はい。あと、これ4箱ですね。7箱目ってことですね。やばい、前半ゆっくりやりすぎた15分ぐらいスタートでしたっけね。うん、まあ、うん、ゆっくりやっちゃうとやっぱ1時間超えちゃいますね。ボードラね、ジャンボをやってた時は、39分でやりましたけどね39分、38分ぐらいかでやった記憶があります。もうヘルシェイクあの状態でしたね。あのね、お客さんからよく店長顔大丈夫ですか疲れてますよねよく言われてました。あと5個ですね。よいしょ。いやー、とりあえず店長はもうバイコーが言えただけで満足です。よいしょ。てか、レギュラーいないの？サインにいるんだろうけど。レギュラーいないの？っていうとこですよね。300番以降にいるの？どうなんでしょうね。はい。じゃあいいか、これね。はい。はい、フレジャー君ひっくり返ってます。はい、これはジプシーですね。イチローさんよく見るけど大谷君あんま見ないな。通常トラウトですね。サインだ、バンダ、バンダさんですね。ルーキーです。アリゾナ。やっぱこれね、ほら GQ でしょ。さっきのちゃんとねジプシーのロゴになってましたもんね。はい、バズーカっすね。誰でしょう。はい、ジグラーですね。はい、よいしょ。3位はモリノ？ん？あ、違う、バーダか。ああ、モリノかと思っちゃった一瞬。セントルイスでした。はい。彼はルーキーです。外野でしたっけ？ポジション。はい。3位が2枚出ちました。モリナは前一回書いてそれ以来書いてないですよね。シーガーですね。はい、オスナ250。これひっくり返ってんのはわかんないなんでだろう。27番だとバリエーションかな。ちょっとね届いてからね確かめてください。はい、7の50。プーちゃんですね。田中シンダーガードですね。
はい、ひっくり返ってるのはパトリック・コービン250。これはプイグですね。プイグもまだ結構インサート入ってるんですね。トラウト、テッド・ウィリアムス、やっぱ結構300番以降はレジェンドですかね、ほとんどはね。佐野さんチーム、はい、で残り3箱ですね。はい、で8番目の箱ですね。これがさっきともさんだから TGY さんですね。はい、いまだにまだあの780をやってます。こっちだ、リンドアースね。はい、サインもないんですかね、これね。通常ですね、この色は。このフレームの色が通常、金っぽいのがちょっとね通常なんですよ。一応ヒット系が秀樹松井さんのサインと、オートジャージの、ボージャクソンが出ました。あと、モリナっぽいようなサインまあヤンキースのね、まあプライスでは今上位のプライスがついてる、はい、ミゲルさんが出ました。それぐらいですかね。あとはポツポツ、まあサインは2枚1箱から出ますんで、まあベテランというかレジェンドが秀樹さんでした。まあサインの出方も結構まばらバラバラなんじゃないですかね。ケースでワンケースでサインが20枚出ますけど、よいしょ。松井さんはレデンプションでした。店長エンジンかかってきました、ようやく、スロースターターなんでよいしょ、よいしょ。ちょっと待ってください。はいはい、じゃあこれかな。はい、これが8箱目ですね。はい、サインです。アダム・デュバールですね。まあ、いい選手ですね。うん、マンシーニですね。はい、フルマーがひっくり返ってます。ジプシー。よいしょ。はい、スタントン37の250。イチロー、トランプ。ジャッジ。バズーカ大丈夫。コレアですね。
バズカバックコレア。よいしょ。これは誰だ。あ、カラスコか。はい。クリス・デイビスですね。あ、大谷君来ました。大谷君。はい、サインはルーキー、ダスティン・フォーラーですね。通常です。アスレチックスですね。大谷君2枚はないかな。どうでしょう。パラレルがあれば出るか。あ、バズーカ2つ目ですね、この箱。ジョン・レスター。はい。まあ、オッズ的には2箱1ぐらいだと思います。ん？アウトランプだ。誰だ？コレア。アウトランプ250-94です。250尻なのにこんなに出ない。うん。精査素はありますね。コレアですね。はい、ハイナンバーフランク・トーマス。オドーアさん。はい、ジプシー。はい、で、残りあと2箱です。はい、じゃあ9番目の箱、順番的には DR さんですね。はい、残り2箱です。やっぱね、24パック結構かかりますね。よいしょ。ん、青い150でしたっけ。ドナルドソンですね。青はさっき150でしたね。店頭でも見ました。150-17番。はい。飾れるカードですね。100均で、額買ってね、飾るといいかもしれない。とても綺麗。はい、これが9箱目ですね。終わり次第781もやります。画像の掲載は11時以降になると思いますけど、よろしくお願いします。これ9箱目。はい。バズーカバックですね。誰でしょう。ジョナサンスク。オリオールズ。
はい、おー、ターナー、かっこいい。これはバリエーションでしょうね。うん、かっこいい。大谷くん。いないかな。はい。いるかな。あ、サインだ。お、サンチェスか。はい、サンチェスだ。おお。ね、もうスタメン相当長くできるんじゃないかな、サンチェスさん。ヤンキース。ん、サイン出た。あ、バーデューコか。おお、バーデューコも来ました。はい、彼も上位ですね。スタートダッシュ次第。はい。二人ともいいですね。ベテランアントとルキオートなのかな。ここ2枚また入ってますけど、まあ関係ないですね。はい、ブランドの方のクロフォード250。キーマイヤーひっくり返ってますけど、チームよいしょ。トランプはセール。やっぱなかなか目当ての選手のパラレル引くのは難しいですね。イチロー、またトラン、これ2つ入ってるけど普通ですね。はい、レンドン、これはジプシーだ。はい、大谷くん探し、あ、いた、大谷くん。はい、通常ですね。はい、ジャッジ、パラレルとかだと多分まあひっくり返ってるところで大谷くんが来たらって感じだと思います。またこれも2つ入ってますね。はい、ハイナンバーアレックス・ロドリゲス。バーランダー、アストロズ。なんだ。ね、ちゃんとなってるんですね。はい。ガウスマンの250。そっか。はじめの段階でも、フォトショップとかでできますもんね。はい、で次で10箱目ですね。ようやくです。はい、こちらです。はい、メモーラ、まあサインカードですね、ほぼね。ジャージカードだけってないと思いますんでね。メモーラ、メモラと大谷くんのカード以外は、OHTA さんですね。トッパーも含みます。サインの場合はドラフト行きますけど、サインがあるのかな、ちょっとね、どうでしょう。通常ですね、アルテューベ。はい、金枠というか、まあこれが通常です。大谷くんは4枚ぐらいかな、今。パラレル絡むと5倍になったりするかもしれないですけどね。まあ、4か5ぐらいですね、確率論的に。通常のベースカードの一部として入れられてるとしたら4か5ぐらい。あと、パラレルが絡むと4、5、6。まあ、それ以上とかですかね。よいしょ。まあでもね、松井さんが出てくれたのが大きかったですね。あとボージャクソンのオートジャージが出てます。あとはルーキーはまあそこそこのが出てますね。
ボージャクソンのオートジャージもまあ落ちていったらかなり出ない方だと思います。2回目の開始は21時、35分ぐらいですかね。ジプシークイーンのワンケースのグループブレイクです。780です。今781はこの後ですね。でサッカーの MRK レートの78は、7時50分からもう開催して終了しております。まあまあ良かったです。よいしょ。はい、じゃあこれ最後の箱ですね。10箱目。はい、ひっくり返ってます。エンゼルスの、はい、カルフーンですね。チームが抜けてる、チームブランクってやつですね。ハーパーですね。シンダーガードですね。3位は、ザックさん。ミネソタ。さっきパラレルでしたっけ？はい。まず1枚。はい、ひっくり返ってます。42番だ。ジャッキー・ロビンソンですね。ホズマン。ん？クリス・デイビスか。ベテラン・オート。はい。50枚ぐらい？ 45 の50です。クリス・デイビス。はい、バズーカバックよいしょ。ローリーですね。ジェドローリー。はい、回帰の250。大谷くん。はい。これで5枚目だと思います、大谷くん。ディバース。これもディバース。これはこれ。クリブラ。目が疲れてきた。よいしょ。大谷くん、大谷くん、大谷くんって意識して。ガウスマンの50。はい、ハイナンバーはサッチェル・ページですね。はい、ハニガーさん、ジプシー。はい、終わり。780箱終わりました。よいしょ。まあやっぱ松井さんですかね。はい、それとボージャクソン。大谷君は5枚ぐらい出てると思います。よいしょ。はい、じゃあとりあえず780これで終わります。で、781すぐ始めますんで、カードの画像は11時ぐらいになると思います。アップ次第、まあ、店長の本赤の方でアップしたものを一つリツイートすると思います。それからご確認いただいても OK です。はい、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。